クリス・ローウェルはアメリカ合衆国の俳優である。1984年、ジョージア州アトランタ生まれ。地元アトランタの高校へ通っていた頃から映画制作と演劇に興味を持ち始め、卒業後に南カリフォルニア大学へ進学。大学において映画制作と演劇について学んだ。卒業後はオーディションを受け、2004年から国内で放送されたテレビドラマ ライフ e ズウィーノー o w i で役者デビューを飾る。2006年にはベロニカ・マーズへも出演し、同作品には20エピソード出演している。2007年には映画グラデュエーションで主役を演じ、順調にキャリアを重ねていく。映画ではジョージ・クルーニー主演のマイレージ、マイライフなどへも出演したほか、2011年にはエマ・ストーン主演の ヘルプ心がつなぐストーリーへ出演して、ストーンの恋人役を演じた。同作品では、他のキャストと共に、全米映画俳優組合小キャスト賞を含む、いくつかの賞も受賞している。俳優の他にも写真家や音楽バンドなどとしても、活動を行っており、今後の活躍が期待される若手俳優の一人である。ありがとうございます。